クロックアップ。
カたち、目が覚めたらこの部屋にいて、どうしてこんなとこにいるのかちっともわかんないし、すごく怖かったんですよ。そうですよ、リカたちはみんなこの部屋にいました。先輩はどこにいたんですか？私たちもさっき目が覚めたばかりなんだよ。さっき最後の子が目を覚まして、それでみんなで話そうってしたとこでドアが開いてケイちゃんが現れたの。および必要人数が揃いました。なに、やだ先輩、リカ怖いよ。それではゲームの説明を行います。なの、一体何が始まるっていうの？黙って、声が聞こえない。毒警官学園 2-B 高藤圭介、同じく 2-B 安藤美也子、穂刈かなえ、同じく 2-B 真中ねむ、 2-A 白夜凛音、 1-D 牧場理科、英語教諭葵夏樹。以上7名を1グループとしてゲームを開始します。ルールの説明を行います。このゲームの目的は、鍵のかかった5枚の扉を解錠し地上に脱出することです。プレイヤーはそれぞれ解錠者と鍵穴の役割を与えられます。なお、鍵穴に使用する鍵は解錠ルームのボックス内に入っています。解錠者は鍵穴を選択し、鍵を使用して扉を開いてください。それでは解錠者と鍵穴を設定します。設定は一つの条件のもとに自動的に割り振られます。性染色体 XY を持つ個体が解錠者となります。性染色体 XX を持つ個体は鍵穴となります。解錠者である男はボックス内の鍵を鍵穴に設定された女の口、膣、膣、尻等の部位に使用してください。使用って…また、このゲームを拒絶した場合、ルールに反する行動を取った場合、ルールの説明は以上です。なお、今のルール、その他、詳しい内容をご覧になりたい場合は、メインルームの端末を操作してください。それではゲームを開始します。
扉のランプが緑になりましたら、メインルームに移動してください。冗談じゃないわよ！ミヤコちゃん！大丈夫？大丈夫だから！大丈夫なわけないでしょ！安藤さん、落ち着いて。先生まで何を言ってるんですか？落ち着いてなんていられません！何をみんなして、何をぼーっとしてるのよ！こんなめちゃくちゃなゲームが許されるはずないでしょ！バカなこと言ってないで、さっさとここから私たちを出しなさい！いい？わかってる？これは犯罪よ！あなたがこのゲームに参加するつもりなら、このゲームを考えた犯罪者たちと一緒よ、同罪よ。やめて、言い訳なんて聞きたくない。私はこんなゲーム嫌よ。いや、絶対に嫌。 2-B 安藤美也子、それはゲームの放棄とみなしてよろしいですか？こんなゲームに参加するわけないでしょ！さっさとゲームオーバーでも何でもしなさいよ！安藤美也子、ゲーム放棄の意思を確認。ゲームオーバーとします。扉は閉まります。移動しなかったらどうな、わからないけど、何か嫌なよ。そうね、ゲーム放棄とみなされるかもしれないし。4 3 2 1。